ではよろしくお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。昨年のヤッチー2013の私ベストトークショー第2位を選びました。ありがとうございました。でですね、ベストトークショーの第2位の賞は海外カンファレンス派遣ではなく、国内カンファレンスへの派遣ということだったんですけど、和田雄介さんの人はですね、JPA の1位になりまして、うんうんと思ってますよ。そしたらですね、マキさんが去年の11月から連絡して、なんか辞退して売り上げますって言いました。よしということで、ヤクシーヨーロッパ2012できましたの超申し訳ということでやります。ヤクシーヨーロッパ行ったことある人、どれくらいいるんじゃない？こういうところでやりました。ブルガリアの国です。日本から5000キロぐらいになるんです。非常にブルガリアのことある人いない。そういうことですよね。あったのはつい先週、22、23、24ということで、ブルガリアのニッタエキスポセンターということでやってました。で、僕は前日の名前を打ったので試合に関してやったんですね。で、なんとブルガリア電車が70円でどのように行き放題、素晴らしいものです。で、そういえば生活用品を買ってもらえなきゃいけないということで、まあ、イオンモール的なところに行っていたんですよ。で、こんなことですね。こう結構醤油を伝えたりとか、いろいろ売ってると。で、驚いたのが、ビールが330ミリリットルで41円。ビールクステンクということで、僕は生活用品を買ったんですよ。やっぱりビールが生活用品ですよ。皆さん、いいですか。で、ここが本店です。で、ヤプシーヨーロッパ、ヤプシーっていうのは、まあ、去年のユースケルさんが言った時にソーシャルカンファレンスがあったということなんですけど、僕、ユースケルさんが NA 行った時と違って完全に一人で行ったんですよ。一人で。で、そしたら、牧大輔さんの人ですね、こんなツイートしてくれて、あとはブッキングドットコムのおばさんと、あとリゲルって人がですね、反応してくれて、僕は無事脱落ち。はい。ということで、牧さんありがとうございました。あと、俺のソーシャルカンファレンス始まったなという感じでした。で、これエントランス、UK スペースで、ここでみんな喋ったりとか、急に、コンビニ市場に始めたりとか、そんなことしてました。で、当然、無限コーヒーもあって、まあ、2、30年になると無限コーラと無限スプライトが設置されてる、はい、非常に良かったと思います。あと、無限朝食っていうのもあるんですね。これはチーズが入って、前のチーズが入ってるパンで、僕がチーズが乗ってるパンで、チーズしかないんだ。まあ、みんなから2日目には誰も取らなくて、本当に食い放題でした。あと有限昼食っていうのもですね、言われました。サンドウェイですね。ただこれ何で有限だって、僕10分間ぐらいデコリンみたいなのもなくて、なんかペチャクロンとしか持ってなかった。で、初日よりオフィシャルディナーとかあって、まあ、結構いい感じの会場で、あ、そうや、サンティコディスピッチャー、この話でグロネ15号バスにチャーターしていて、で、まあ、なんか余興もあったりなんかしてですね、まあ、楽しい動画がありました。で、参加者大体、私、400人ぐらいなので、まあ、それが入るメインホールっていうのがあって、参加者が100人ちゃんとぐらいに入るところと、あと、参加者が50人ぐらいから入るところがやってました。で、トークですごい良かったなと思ったのは、去年のユースケルスの話した通り、わかんなくて、トーク中もどんどん突っ込んでくると。まあ、日本だとトーク中に突っ込んでくるのは何個がいいって人だけだと思うんですけど。あとですね、こういうマイクで片手さんですよ。もう全部のマイクで浮かんで、全員こう両手が空いて、指レベルで話すみたいな感じのトークでした。トークもなんか突っ込んでカジュアルに話したりみたいな、そんな雰囲気でしたねという感じでした。で、僕も、まあ、幸い、発展したトークが、参加者に、承認されまして、まあ、投稿してきたんですけど、こんな感じです。さっきの100人ぐらいで、まあ、そこそこ来てくださいまして、まあ、主に受けたのが、浮き雲ちゃんと自作サーバーを出したんで、こんな感じでした。浮き雲ちゃんは世界でも受けるんで、みんなもっと積極的に使ってたり。で、受けた MT なんですけど、こう、5人ぐらい出てきて、大ースの、こう、なんか、印象分析みたいな。で、こんなになってると思うんですけど、EU っていうのは結構、王国語が英語じゃない人が多いんで、あんまね、英語できなくてもね、大丈夫でしたよ。あんまり気にしすぎない方がいいです。英語できない
ないっていうのは別にやるし、いけないヨーロッパのいいマネーでいけないってことじゃないので、まあ、なんかその辺の話なんですが、ありがとうございます。で、まあ、私、グラナダらしいです。あの、ムール界の母通りもおっしゃると思います。なので、レッスンコーカーの人、ぜひ、行ってください。よろしくお願いします。